ただいまご紹介いただきました、国立環境研究所の隅でございます、えーあの。プラットフォームの,、まあ、あの環境圏の中に作るわけですので、環境圏としても、えーえー、協力しながらやっていきたいと思います。また、あの今日はです、ね、あの本当にあの初めてとていうか、太平洋側から東北地方に台風が上陸するとで。これはほとんど今まで あの、えー、統計上なかったというそれぐらいのことでございます。でこれからいわゆる気候変動が進みますとですね、多分こういうことがまあ,あ起きるんですが。 しょっちゅう起きると思うとそれは間違えてですね来年多分こんなこと起きないと思いますのでそうするとすぐ皆さん忘れてしまって大したことないじゃないかとで実は気候変動というのは割と長い時間のことでありますし毎年毎年はいろんなことが起きてきますのでそこはそういう長い時間スケールを持って考えていただきたいと思いますであの今日主としてあの割と精神論をお話ししようと思うんですが適応というと何かこう後ろ向きでやるというわけではなくて実は 条件が変わった中で、新しい日本社会を作っていくような、もっと積極的なもんだということをご理解いただければと思います。それで、まず、あのまあ、新しい段階に入ったで1番上に書いてあります。のは、えー、まあ、従来あの過去10年ぐらいですね。声、え、高、ー、に新聞等で言われたようにもう温暖化は終わったとできる できれば温暖化ってないと思いたい人がいっぱいいますのでそういう人はいっぱい行ってきたんですがやはりそんなことはないと、まあ、温暖化はいよいよ新しい段階に入ってきたそれから先ほど局長の方からお話がありましたよう、ね、に新しい枠組みができたとで適用の最低限って書いてありますがやっぱり今まである意味で誤解があったんですね適用っていうとですねあの要するに緩和っていうのは積極的に削減をすることなんだけども適用しようというとですね なんかそれは後ろ向きでもう何もしないまま成り行きに任せて身を合わせていけばいいんだそういう,ような誤解があったんですが実は違うんだということをご理解いただきたいむしろ適用というのは非常に積極的な取り組みなんだそれはどういうことかと言いますとですね例えば緩和というのは要するに CO2 を出さないということですので個別的に例えば電気自動車を作る。 個別個別個別にターゲットを決めて削減をするということを考えるんですけど適用っていうのはやっぱり社会我々の社会全体が新しい環境に新しい条件下のもとでうまくやっていくようにするということですのでそれは個別要素を組み込んだ全体的なある意味では社会システム全体を目指した問題だと僕は思っておりますそういう点では緩和と適用のベストミックスとよく言われてますが、えーと 適用は、えー、と削減を全くしなくていいんだということは一言も言ってないですからね、適用計画の中には十分当然、えー、と個別的な緩和技術を入れて削減をどんどん進めていく、そういうことは自然再生エネルギーに見れる、そういうことは当然なんですよ、それらを踏み込んだ上で、全体としてどういうふうにするかということだというふうにご理解いただければと思います。であとこれはあの、えー、全球平均 気温でございましてこの辺がですね、いわゆるハイエータスといわれるように、もう温暖化が止まったんじゃないかで。逆に言いますと、実は最近の理解では、こういう気候の変動は自然変動としてですね、10年、20年規模の、まあ、そういう変動がございますので、そういうのは乗っかってるわけで、で事実、もう最近はこう急激に上が,上がってきているということが分かっております。でそれからその、それに関してはですね、その、えー ずっとそういういろんな議論があってですね、あのまあ、モデルがあってないじゃないかといろいろ言われました。で、確かにモデル自体はまだ不十分のところはございますので、それは十分聞く必要はございますが、この理由に関してはいろいろと研究が進んでおります。で、大体まあ、われわれとしては、ここには書いてありますように、新聞にも載ってましたけども、やっぱり太平洋のそういう自然、数 10, 10年、20年規模のそういう太平洋の変動が、 温暖化傾向をマスクしたんだろうというふうに考えております。で、それ事実ですね。あの。 海の中でのそういうい熱収集を観測の方が最近、海洋の観測が非常に重視あの進展してしまで調べてみますとです、ね、海面水温は確かに温度上昇が最近止まったみたいに見えるんですが7 0 0ルから2 0 0 0ルぐらいの海の中の方を考えますとです、ね、継続して熱がどんどんいっているということが分かりますのでやはりその全体として温暖化傾向というのは続いているんだただ、そのどこにその熱が出るか。 そういうことは非常に気候のシステムの熱の分配の仕方によりますので、まあ、それこはいろいろあるだろう、だけども、ある意味ではそういうフェーズが変わってです、ね、また温暖化がわると強く出てくるような気がしております。こ、まあ、こういういとですね それから、まあ、温暖化をしている、でこれは IPCC 等いろいろ出ておりますし、あのまあ、いろんな意味で統計を取ってい,き、ま、いけば、ですね、最近、非常にやっぱ温暖化していることは事実でございます。IPCC の報告等に載っております。 からはあの豪雨が増えているかってことも、えー、気象庁とアメダスのデータを見て、まあ最近の実感もそうなんですがやはりえー、っと非常に強い雨があやっぱり増えているなということがわかりますそういう観点で、えーえー、従来、えー、まああの気候モデルに基づいてですね言われているようなことが最近実感として経験されてきておりますのでやはりそういう点では、 まあ着実に温暖化等は進行しているなというふうに言ってよかろうと思います。それであとこれはあの先ほどああの局長の方からの紹介がありましたように IPCC 等で出されております温暖化予測でございます、まあ、あのとにかくあったかい気候が来るだろうということですねそれから氷は溶けるだろうと北極の氷は溶けていくだろうしそれから海面上昇は起きるだろうこういうようなことは明らかにまあ、えー こうううなるであろとということがまあ予測されるわけですでこれはまあ,ある程度科学的な知見としてですね、こういうことを踏まえた上で将来に備えていくことが大事だろう、それから IPCC 等で出てますように、さまざまなところで影響が出ている、でこれらに対してはまあ一応出ておりますので、それに対応して変化が起きてますから、それに対することを考えていかなきゃだめだというわけです。日本でも一つの例をとりますと、電気熱が2年ぐらい前に非常に出てきました、やはりそういうものは出てきます。 それでじゃあ毎年毎年出るかというとですね、えー、昨年はああ今年もそうですけど電気熱は出てないだからいいんだとそういうふうにあの年々のことですぐ忘れたりはしちゃだめなんでやはり大きな傾向として、えー、温暖化が進む、えー、それからさらに、えー、と人,と人の移動等が非常に大きくなりますので、えー、実はあの将来 温暖化したときに感染症と健康被害が一度問題になってくるんですがその中でそういうものを媒介するのがですね実は人間が一番よく持って歩くんですねでそういう点では非常に交通が普及しましてですねいろんなものが出てきますので新しい側面があるんですがそういうことも真剣に考えていく必要があるだろうというわけでこういう温暖化の 影響評価が出ておりますしそれに対するこれからの対策が必要だろうというふうに思いますから IPCC 等で非常にその懸念をいろいろ書かれておりますで特に温暖化をするといろんなことが起きるで特にですねあの、まあ、あの大規模な特異現象これは例えばあの南極の,ああのグリーンランドの氷彰が解けるとかですねそういう、えー、もうとてつもない大きなことを言ってるんですがやはりそれやっぱり一番現在我々がまあ,あの 気にしているのは極端な現象気象現象が起きる特に豪雨洪水台風の来週とかですね、干ばつということが非常に我々としては関心度が高いですしそれから、まあ、グローバルな問題でいきますとやはり気候難民とかでさまざまな 気候変動に伴って起きるまざなリアクションがございますで実態はそれが非常に問題になってくると思,う思いますが、まあ、できるかぎりです、ね、そういうような問題を起こさないためにもで,す、ね、できる限り現状の気候のレジームで安定した方がやはり長い目で見れば得であるとそう,いうそういうことだろうと思います。 それでこれはまあパリ協定のあれですやっぱり新しい枠組みができたであの非常にえっと批判的なというか悲観的な意見が日本ではこの前はあったりしたんですがあの、まあ、ともあれこれにかけるですね欧州の意気込みというのはまあすごいものがございましてですねほとんどヨーロッパの諸国はですね国を挙げて頑張るとそういうことがあった。 結果だと思いますがあ、まあ、一応できましたでこういうあの、えっと、ともすればですねあの例えば現在各国が出しているやつを全部足してもですね二度 C なんか全然実現できないよとかいろいろそういうことを言う人がいるんですがまあそうだ,だからといってですねそうではなくてですね 何であれとにかく温暖化の進行を止めるれなみんな頑張りましょうということは非常に大事なことですので、えー、それをやればいいだから目標が達成できないんだからもう,なもうしょうがないんだというふうに議論をすり替えることは非常によくはないということですでと,とりわけ、えー、ともすればです、ね、緩和と適用ていうのはこう二律廃反的な形に従うような議論が非常に多いんですがそれは全く違っているということですね。だから、えー、あの二度、C、が 例えば実現できなかったとしても2.6度でも何度でも少しでも低そう抵抗をしそれ上昇を、えー、抑えるってことは適応策としては非常に意味があることですしそういう観点で考えることそれからあとですねあの従来適応策が適応って言葉が非常にあの、えっと、ナーバスに語られた背景にはですねあの発展途上国の方があ まあ彼らは被害者だと意識が非常にございますので先進国が悪いんだお前らが確かに悪いんだだからうちらは非常に迷惑を被っているなんとかしてくれというようなロジックで、まあ、語られることが非常にあったりしたもんですから、まあ、その辺でいわゆるその適用の問題を援助の問題みたいに変わっていくというのはやっぱりそれは、えー、とあまり良くはない。あの当然お金はは出すすことは必要なんですが もっとポジティブにですね、新しいタイプの社会をつくっていく、そのために発展途上国はもちろん支援をするんだけども、その目標はやはりあの新しい現代の社会に、現代の条件に適応したような、えー、社会を作る、そのための協力だというふうに考えるべきだろうというふうに僕は思います。それで、まあ、これでこはあの緩和と適応の、まあえーっと 災害に関するような一つの模式でございまして非常にその、えー、災害を起こすには外力があるとでそれが、まあ、温暖化等を人そう,いう気候変動によってじわじわと伸びていくそれの上にこういう自然の変動をかぶってるでこれそれに対して、まあ、いわゆるインフラの整備で防災力でこうやってやればですねいかにその災害を起きようとも一応対処できるんですがえだん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 、えー インフラも老化をしますしそこにギャップが出てくるでこの間を埋めるのに緩和策でこの上がっていくるのを縮めるし適応策で、えー、こういう抵抗力を上げるこの両方を誤って、えー、新しい時代に備えましょうというわけですそれからあの、えっと、これ英語ですいませんけど、まあ、書いてあることはですねあの一応その、 災害が起きるには気候変動とかそういう天候だけじゃなくてそれにどのくらい頑丈なシステムが抵抗力が社会があるかということとそれにどのくらいさらされるかということで決まるんだよとそれでポイントはですね実際そういう具体的な被害が出るときには 人,人間的な、じゃあ人間活動に伴うような気候変動とかです、ね、これは自然の変動だとかと区別することは無意味で、両方同じように来るんですね、いろんな災害は。ですから、われわれの社会があの、ともすれば自然災害と温暖化とは別みたいに考えることは間違ってて、基本的にはすべていろんな形で起きてきますので、それに対応するような対策を取っていくということが、非常に大事だろうというふうに思います。 それからまああの先ほど説明ありましたように、そういうことに関して、適用に関する取り組みは、我が国政府としてはですねいろいろやってまいりました。あの先ほど、局長の方から示されたように、いろんな影響評価でも赤丸が並んだのはございます、であれなんかでも、ですね僕、最初の頃その座長の取りまとめをしたんですが、 研究者はともすれば自分の分野を強調したいから全部赤になるんじゃないかと思ったんですけどやはりそこは違ってですねそれなりにみな皆さんがあのえっとエクスパートジャッジメントといういわゆる主観的な判断なんですがそれぞれこれは信頼度が高いとかですねこれはまあちょっと分かんないねとかそういうのが一応できていますのでそういう形でいろいろ現状を評価をしたということは非常に大事なことだろうと思いますしそういうことをやはりあの客観的にまあみんなが割と 納得できるような方向でそういうことを決めていかないとですね、がでん引水で俺のとこ大変だから、俺のとこ何とかしてくれっていうことがみんなが言い始めますと、ですねもうあのごちゃごちゃになりますから、そういう観点では新しいそういう合理的な手段が一歩が踏めたんではないかと思います。それでまあ非常に報告書、えっと、意義があると思いいいますのでやはりろろんんななな客観的ないろんな 実はいろんなあの形で,です、ね、そういう影響の評価に関する文献等ございますのでそれをで,できる限り集めようとしたというのは非常に大事なことだろうとこれは、えー、とあの今度のプラットフォームもそうなんですけどいろんなよく調べてみますとです、ね、世の中にはいろんな情報があるんですねあるんだけどなかなか分かんない。 からその一生懸命その自分で冷、えー、ませと言われてもそれは難しいで、そういう点ではやっぱりできる限り、えー、いろんな意味で,です、ね、そういう情報を容易にアクセスできるようにすることが大事だろう、からやっぱりその重大性、緊急性、革新度とこういうのをです、ねえっと、客観的に決めれるかというところはあります、でそれはまあ専門家を信用していただきたい。 やはりその専門家というのはそれなりに研究してやっておりますので、そういう人たちが判断をしてやはりこうやったそういうことが、それでまあある程度まとまってきたってことが非常に大事だろうと思います。からまあ,あのこういうでそのやはり、えー、みんなが納得できるようなデータに基づいていろんなあの。 意思決定をしていくってことはこれから非常に大事だろうと思いますのでその一歩になると思います。でまあ、これはこういう具体的な、先ほどありました自治体の支援なんかを行っているそれでですね、えー、実はその中,、えー、中間市の地球環境部会でもですねいろんな意見が出て懸念と書いてありますが適応策はいいんだけどもちょっと待ってねという意見が出ました。でそれはやっぱり温暖化だけ っって言って他にもいっぱい問題があるし現在例えば災害なんかの場合はえそうじゃなくても自然災害が起きますので実は現象という我々がえ住民が現実的にそこにさらされる現象というのは複合的な要因で起きるんですよだから温暖化という単なるそういう切り口だけでいくというのはいかがなものかまあそれが他の目的で提案とたダブってるんじゃないか。 例えば国土強靭化等でいろんなことがされてるので、ええダブってませんか。からまあ、あの、えー、っともう一個言われたのは。またぞろ、またぞろ堤防を作るんですかというようなですね。無駄な公共投資。えば、ーま、らまきをするんじゃないでしょうね。で、それはやっぱりあの現在の、えー、まあ財政状況を考えたときに。 確かに温暖化等に対する対策、適用は必要なんだけども、それは国全体として整合性を持って、ですね合理的にやってくださいねというのが非常に大きない、いろんな委員から出されてまいりました、我々もそれは非常にそうだと思いますので、そこでここに書いてありますように、まあ、情報手段の提供、やはりそ,のそういう懸念を持たせないためにも、客観的な情報を、まあ、皆さんのために出していきましょうそれから それでそれアクセスしやすいようにデータプラットフォームを作る、えーからまあ、あとシステム設計論的アプローチというのは、えー、個,別個別具体的なテクノロジーを議論するのではなくてそれを全部ひっくるめた社会全体として全体が良くなる方向として考えるようなことが非常に大事だ、でここにまああの宣伝で書いてありますが領域型 M モデルというのはその実はいろんなコンポーネント 例えば少子高齢化の問題と温暖化対策どっちはどうだとそういうわけにはいきませんのでそういう全体的な問題を捉えた上で、で、まあ何とかする評価するという,ようなことが大事だろうとでえ、えっと、a モデルというのは環境系がずっと作っておりますグローバルアジア地域に特化したような影響評価モデルなんですが、まあ、それを各地域的なことを考えて作るような例えばこれは一例なんですけどそういう形で統合するようなことが大事だろうと思っております。 それでまああとはどうするか、まあ、あの結局ここに書いてありますようにやっぱり覚悟がいるんだと僕は思います、まあ、とにかく温暖化した気候になっていくという覚悟をすることと同時に毎年毎年様相は異なりますですからいつも同じなことが起きない、まあ,あ,あ今年は楽だったねとかいろんなことがあるそういう時間スケールのことを、えーまあ、覚えておいていただきたいと思います。 えそれからだんだんですねこう今の状況やってきますとですねもうだんだんあのもう先がよく見えませんのでえやけになりがちになってない人も多いかもしれませんが僕らはもうだんだんやけになりがちになりますのでまあそうならないことが非常に大事だで備えれば憂いなしというのは適応策だしまあ身の程の生活をというのは緩和策という書きましたけどもまあまあ大体まあこういう感じが非常に大事だと思っております。 それで、これ、個人的な見解ですが、と書いてありますが、えー、最高日本列島改造論とかで、これは僕は前からあの、まあまああの、僕の個人的な意見なんですが、最近、田中角栄に対する教襲が非常に一部、年寄りの間にはある、でなんでかというと、ですねやはり輝ける高度成長期に対する教襲なんですね、であの頃はですねやっぱり無限に続く安い石油という条件のもとに国土の発展を考えたで、それは甘かったわけですけど、明らかに。だけど やはり今はですね全然違った環境制約それから化石燃料を使えない様々な制約がございますその制約を考えた上でやはり新しい条件のもとでの国土の発展を目指すということを考えたことは非常に大事なんではないかと僕は思いますそれでそういう点では具体的に適応策を考えることはですね実はそれを通じてですねやっぱ新しい21世紀の まあ後半含めてですね日本の社会像をやっぱり共有しながら構築していくことだろうというふうに思っております。それで最後なんですが、まあこれはまとめでございます。やはりもうもうなん我々の分野はですね何回となく温あの温室あ温暖化って嘘だろうという話を一生懸命やってきたんですが、まあそんなことはないよと温室効果は確かでありますし温暖化による影響は出てると。でただですねここにありますようにやっぱりその。 問題が現実的になるにつれてですねお金は限られてますけどあの使ってほしい分野はいっぱいありますそういう点でどこにどうするかということをやはり、えー、合意を取ってやっていくとだんだん手間暇をかかるようになっておりますでそれはあのそうなんですが、えー、とはいえあの誰かが決めて一方的にバッとやればいいわけではありませんのでや,あのやはりそういうことを取っていく必要が あると思います。そのためにもやはり寛容な社会、相手を思いやるような社会の構築が不可欠だろうというふうに思います。まあ、今後ともよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。